はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日もですね、自宅からの家ラーメンとなっております。今回紹介していくね、お店がこちらでございます。別府の方に本店がございます、夢を語れさんのこちらね、インターネット販売をしているラーメンでございます。こちらの販売はですね、今月4月13日から始まってまして、 Twitter の DM からのみの受付販売となっておりまして、概要欄等には詳しいことを書いておきますんで、そちらの方からね、販売ページ等の詳細をご確認ください。このメニューでね、ついてくるものが、麺がまず3つと、味付け油が3つ、スープが3つに、返しが 360cc。 チャーシュー、これすごいのが、これね、見て、チャーシューがね、丸々1本ついてくるの。これとこちらがね、豚丼のタレでございます。まあ、今回はね、ちょっとラーメンのみになるので豚丼は作っていかないんですけれども、一応ね、今回のセットはこんな内容となっております。てな感じで早速作っていきたいと思います。そしたらまずスープ、油、チャーシューと、またね、湯煎で温めていきますので、ちょっとこちらに火をつけていきたいと思います。いきます。チャーシューにスープと、そしたらこちらで湯煎していきますと。今ね、こちらお湯の方がだいぶ温まってきましたんで、このままね、一度火から下ろして、こちらにね、 IH を用意してありますんで、そっちで火をかけ続けたいと思います。それと並行して、またね、ちょっと沸くまで時間がかかるんで、寸胴の方に水を入れてお湯を沸かしていきたいと思います。たら、よっこしょ。こちらも火にかけていきますと。そしたらまたね、こちらが沸くまで待機したいと思います。今沸かしてる間にね、一個ちょっとトッピングを作っちゃいたいと思います。でね、カメラがね、ちょっと寸胴で見えないので、こちらの方からまた別角度で撮らさせていただいておりますと。これはね、結構簡単なんですけど、使うのはネギだけですね。白い部分のみで、縦に1回裂いて、これを細切りで、でこんな感じで、でこの切ったネギに、以前ね、一品香さんの動画の時にいただいたラー油をここにあえて、このタレを少々かけて、二郎系といえば花鳥ということでね、ここにハイミーを振りかけて、最後ほんの少々ね、隠し味程度に砂糖と。ってことで、こちらがね、お手製の辛ネギでございます。こちらも後ほどトッピングしていきたいと思います。はい、ということで、今お湯を沸いてきましたんで、早速こちらの麺を投入していきたいと思います。で、一応茹で時間は目安としては5分から6分ぐらいみたいです。で、今回もしっかりちょっとほぐしながらね、麺を入れてあげてください。で、入れたらね、しっかりと鍋底にくっつかないようにちゃんと混ぜてあげてね。いや、で、ちょっとその間にね、チャーシューを準備していこうかな。いや、今日はね、ラーメンなんで、すり鉢用意いたしました。このすり鉢にスープを移していきます。よっ、あっ、ててててで、ここにね、ラーメンの返し、一応ね、1杯につき 60cc ぐらいの目安となるそうなので、180cc 加えていきたいと思います。そしたらもうだいぶ麺もいい感じなので、麺揚げをね、しちゃいたいと思います。はい、麺を、今回はね、豚が1本あったんで、ちょっとわがままで野菜抜きにしてみました。そしたらここに豚をうわっと並べて、うまそう。で、ここに味付け油を投入していきたいと思います。
まそう。あ、ちょっと今日はい、ということで野菜抜きのわがままスペシャルラーメンが完成いたしました。なんでこれをね、向こうの部屋で食べていきたいと思います。はい、ということで今はこんな感じで完成いたしました。ちょっと伸びちゃうともったいないんでね、早速食べていこうと思います。いただきます。まずはスープから。うまそう。あ、うまっ。うん、あ、これ何回でも飲める。結構ね、あの液体油はこう多くて甘みは強いんだけど、うまい。ちょっと早速麺いっちゃおうかな。麺いいよ。うわ、これうまそう。よいしょ。うまっ。うん、香りも甘みも強いな。多分ね、二郎系の中でもすごいまろやかさがあったりとか、麺もねすごいゴワゴワすぎるとかって感じではなくて、ちょうどいい塩梅なのでとても食べやすいと思う。うん、続いてこちらのチャーシューもいっちゃおうかなと。あ、やかい、うまっ。これ多分チャーシュー2種類あるんだよね。こっち巻き豚。うん、チャーシューめっちゃうまい。この味付け油がいい味してる。うん、あー、うまい。そしたらそろそろこの自家製の辛ネギもちょっとトッピングしたいと思います。スープの甘みに結構ね、辛みがいいアクセントになる。ちょっとこれこのまんまはもったいない気がするから、あれだな、やっぱりこの子を合わせるべきかなと。まずはね、かじって。スープ飲んじゃう。ちょっと電池返しよう。よいしょ。うん、そしたらもちろん今日もこちらを、見えるかな、生卵用意してありますんで、早速ねちょっと使っていこうと思います。よっこ、よいしょ、はい、生卵和えはこんな感じ。うまそう。いや、うん、うまい。個人的にはだけど、スープがね液体油多くて結構マイルドめなんで、生卵だけじゃなくてここにね余った醤油のタレとか入れてもいいかもしれない。
入っちゃうか全部。そしたらこれでね、このまろやかさとかもちょうど良くなる気がするんだよね。うん、うん、完食でございます。やった！これ最後のチャーシューでございます。うん、レベン飲んじゃった。ごちそうさまでした。はい、ということで今完食しました。普段は我慢してるんだけど、ちょっとわがままということでスープも飲み干してしまいました。本店はね、大分の別府の方にあるお店で、僕もねまだちょっと実は行けてないんですけど、それがねこうやってお家で味わえるっていうのはね、感慨深い。うまかった。冒頭でもねお話ししたように、こちらの注文の方は夢を語れ総本店さんの公式ツイッターアカウントから DM のみの予約販売となっておりますので、気になる方はね概要欄の詳細ページを確認していただいて注文の方をしてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。